やりました。さすがだ、ジン。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったものよ。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れて行く。ユナに会い、大見村で鎧を得ます。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。